黙とう。ご遺族に対し心から哀悼の誠を捧げます。本日コロナ禍の中にありましても、いかにその御巣鷹事故の風化防止というか、いわゆる反省あるいは教訓をこの後世まで戻していくかということだと思います。本当にこの事故の教訓反省というのは、どんな時代でも役に立つ、そういったものがたくさんありますので、その時々でこの御巣鷹山事故に立ち戻ってですね、そういった教訓をまた引き出していくというのは非常に重要です。